マツコイゴンライ。どうも、リュウです。いきなりですか、皆さん。How are you? ビビビったことありますか？僕はあります。この高い挨拶に僕がどれだけ悩まされたかあなたにはわからんでしょうね。ってことで今回は、僕が How are you 教師長になった話と、それを大克服した話をしようと思います。How are you とは、英語の挨拶の一つで、日本語で言うと、こんにちは、みたいな感じですね。ただ、相手の気分を尋ねてるので、返すときには、Good. や、Not bad. のように自分の気分を答えるのが一般的ですね。まあ頭ではわかってるんですが、どうもこれが難しいんですよ。というのも、そもそも初っ端から気分について聞かれるのに全く慣れてないので、会話の最初で、調子どう？なんて聞かれると、調子？となり、高確率で頭が真っ白になります。さらに英語には、How are you の他にも、このようなおびただしい量の挨拶があり、ちょくちょく単語とかが違ったりするので、知らない表現があったりすると、その時点で頭が真っ白になります。さらに中には、意味は知ってるのになんかうまく対応できないのもあって、僕の場合、What's happening? と言われると、どうしても身の回りに何か起こってるのかと勘違いして、一人で勝手に焦り始める癖が出てしまい、いつも周りから変な目で見られますね。で、英語の挨拶で何が一番嫌かって、挨拶された時に勝手に自分でパニックってなんか気まずい雰囲気になるやつなんですよ。これは僕が大学生の時の話なんですけど、僕が通っていた筑波大学は、大学と森かと言われたら9割の人が森と答える、いわゆる田舎って井の中のカオス大学なんですが、この大学は留学生の数が桁違いに多く、時たま、あれここ日本だよねってなるくらい学内の異国化が進んでいるので、学内を歩いてると高確率で留学生と出くわします。彼らはすれ違ったり目が合うと、How are you? と笑顔で挨拶してくれるんですが、当時 How are you 体制のなかった僕は挨拶されるために、あとテンパリモード、その冷や汗ダラダラのテンパリ具合が相手の上場を買い、謎に向こうから謝られるという経験を何度もしました。その経験をするために、なんでほら挨拶もできないんだよと家に帰って自己嫌悪に陥ることが相次ぎ、気づけば僕は How are you 恐怖症に陥っていました。しかしこのままではいけない、何とかして克服したい。そう思った僕は当時唯一の留学生友達ジェイミーに How are you の返し方教えてくれ、頼むと直談判。すると彼女は絶対にテンパらない How are you の返し方の3つのコツを教えてくれました。その内容がとても役に立ったので皆さんにシェアします。1、返し方を統一する。挨拶の時に言うことが決まってれば返し方に迷うことはなくなりますね。これができるだけでテンパりの8割を防げるらしいです。2、先手必勝。相手から不意に How are you? と言われると高確率でテンパるので、先手必勝で自分から挨拶することで心の準備をするというのも一つの方法だそうです。そう、大迎えし。実は How are you? と言われて How are you? とそのまま返すのも全然ありらしく、とっさに返しが出てこなかった時にこれを使えば何の問題もなくその後スムーズに会話に入れるとのこと。この3つですね。僕はこの3つのアドバイスを頭に叩き込んで家に帰ってひたすらイメージトレーニング。僕の返しは I'm good と一番オーソドックスな回答に設定し、一人でブツブツ暗唱、口から自然と出るまで練習しました。で、せっかくこんだけ練習したんだから思い切ってチャレンジしたい。そう思った僕は、次は自分から留学生に話しかけるぞと意気込み、布団の中でイメトレを重ねながら夜が明けるのを待ちました。そして翌日、僕は万全の状態で大学に向かいました。そして通学中も I'm good をひたすら暗唱、またオウム返しのための挨拶フレーズも頭に叩き込みつつ、先手必勝を狙って昼休みに留学センターの前で留学生を待ち伏せしました。待ってる間も I'm good をブツブツ暗唱、周りの学生に変な目で見られながらもイヤホンをつけて誰かと電話している的な演技でなんとか持ち帰りました。そしてついにその時が、後ろから急に声をかけられ、振り向くとスラッと背の高いドイツ系の女性が立っていました。 I'm good が口からこぼれ落ちそうなのを必死に抑えながら、これは先手必勝のチャンスだと確信し、ゆっくり深呼吸してからそっと How are you? と言おうとした瞬間、彼女の方が先に What's happening? と挨拶してきて、僕はとっさに